減量はもう始めたのも半年ぐらい前なんで、2月のエキシビジョンの時に1回これ18まで落ちるか試してやってみて、あ、まだこの状態で落ちたいなっていうので、まあそこから落としてるんで。翌日の一上げ会見に来た時に欲しいもん持って歩いてて、欲しいもんしか食べれてないっつって言ってたんですよ。試合も終わってるし食事制限もないのに今はこれしか食べれないって言ってたんで、ちょっとしんどそうだなと思いましたけど、人のことを考えてるかもしれないですね。自分のことばっかじゃなくて、人を大事にする子だし、とにかくいいやつって感じですかね、はい、今日を含めてもうあと2日だけなんで、練習がラストの調整ちょっと小谷君とやりたいなって言って、当日もセコンドついてもらうんで、小谷君僕の中ではもう世界最強のサウスポーだと思って、本当兄貴なんで、兄貴の力を感じました。一緒に練習していろいろ確認したい部分もあったし、小谷君とこう向かい合って戦っておけば当日怖くないかなっていう。僕なんかもう趣味なんか出さないですし、タケルも格闘技の IQ が高い子なんで、そこら辺口出しする必要ないというか、1ラウンドかなんでしょうね。1ラウンドのスピードとカウンターを狙われたら、1ラウンドも頑張ってちょっとしのいでっていう、もうあんま行き過ぎないんですよ。あ、そうなんだ。気持ちの部分で少しでも力になってあげたらなっていう、もうそれだけです。はい、見てください。みんな応援してるから、みんな全員応援してから。今日は軽量クリアするっていうだけを集中する感じですね。まあ長かったですけど、まあでもいい時間だったなっていう感じですね。減量を含めて今までで一番きつい試合前でしたけど、でもなんかこういうことって本当に自分の人生の中でもすごい特別な経験だし、きついけど大切にこう一日過ごそうそうと思ってきた感じですかね。ピリピリしてめっちゃ怖かったもん。これで100って結構だよなと思って。抜き切ったら100、抜き切ったらと汗も出ないじゃん。マジ焦った。ありがとうございました。両選手どうもありがとうございました。デジタルなんで結構誤差が出ちゃったりとかもあって、家ではもうクリアできてた、体重が落ちてたんですけど、たまにそういうこともあるけど、まあでも無事落ちてよかったです。しっかりリカバリしました。60人切ってる感じです。でもそれのために普段よりか体絞ってサイズ小さくしたんで、こんな何ヶ月もかけて減量して体小さくするっていうのは初めてやったんで、本当きつかったことしかないですけど、メンタル的にも。でも今までたくさんもう苦しむだけ苦しんだんで、今日は思いっきり楽しもうと思ってます。いる？これあれ？もうなんか昔後楽園のやつの時にすごい人いるなと思ったら、東京ドームの嵐のコンサートの時にあの悲しさを思い出したね。今日逆よね。いろんなプレッシャーとか全部苦しかったものとか、なんか通り越えた感じが、本当あとやるだけだなっていう。鳥取県の広報の方が
スイカを送ってくれたんですよ。試合前だったから食べれなかったんですね、そのスイカが。めちゃくちゃうまかったですよ。めちゃくちゃ美味しくて、でみんなで楽しくね、スイカ割りして、スイカ割りっていうか、まあやってスイカを食べたんですよ、一緒に。で、そのスイカ、やばい、とんでもないね、とんでもないことなんですけど、なんか美味しいスイカをちゃんと美味しいって言いながら食べてる姿を見てすごい安心したんですよね。なんかきつい減量もあっただろうから、なんかちょっとこう美味しいものいっぱい食べたり楽しいことたくさんしたりして充実した時間が過ごしてもらえたらいいなって思ってます。